はい、じゃあ船橋さんすみません、試合でお願いいたします。で、すみません、ザンサム、あの2大進行で多分超早く終わるんで、ダブルイリミネーションでやりますので、はい、1回負けても敗者復活ありますので、はい、皆様あの終わっても、油断しないようにしておいてください。はい、じゃあトモさんが、修羅の天草ですね。でキャメさんが羅刹のリムルルです。尋常に1本目勝負。まあ、壊甘草を壊して振っていくわ、ひたすら壊して反発あなただけのこの威力。さあ目押し壊しだけで甘草が勝った。甘草披露だ。2本目壊しバリアを発する天草に対してはなかなか厳しい。体力リードは天草ですね。これは危ない。今からこれは晴れず空中ガードを使ってリムルルが上手に立ち回ってきますけど、一回小足が入るとどうなるかわからないので、まだ油断はできないですね。最後シラルに天草が、ぶつかってくるような形でリムルルが一本取り返す。さあ3本目です。開幕から小足が開幕投げに失敗したところを壊してやられましたね。これちょっとリムル的な痛いダメージになると思います。さあでもリムル側も一回背面に回って、こう中切れが入ると永久になるんで、あーこれですね。あーお疲れ様でした。最後は背面球決めて、キャベさんの、リムルルの勝ち勝利です。リムルル、ナコルル。はい、じゃあすいません、次がお、すごいなこれ。これこんな1回戦でやってんかな。ゴズさんとサリピさんでお願いします。ゴズさん試合です。お疲れ様でした。あ、すいません、ジャージ、ああすいません、ジャージ実況変わります、死にかけです。ですね、こちらの配信台の方では鹿児島勢だか帝勢だかわからないザンサム勢のサリピと、ゴズさん、確かこちらも確かザンサムガチの方ですね。まあというわけで関西 の、あのザンサムガチ勢 と、どこにいるのか住所不定なサリピン の、 あのザンサム勢の対決という形となりますと。さあというわけでと、じゃあもう 始めちゃっていいんですよね、こちら。じゃあ始めちゃってくださいと。こちらでは残りの方の台でハイパーさんとイブキさんお願いいたします。いやー、しかしザンサムは非常にスピーディーな展開がいいですね。本気でいくよ。以前あのザンサムと SP とケンサムの大会やったことあるんですけど、ザンサムが30分で終わって SP が1時間かかってケンサムが2時間かかりました。まあそんなね、そんなことがあったりするんですが、まあこのゲームは非常に回転のいいゲームですね。だいたい1分ぐらいしたら死んでると。まあケンサムだとあのキャラクターを選んでスピリットを選んでるあたり大体1本が終わってるんで、まあ非常に回転のいいゲームだと思います。さあ弾き、
ハニキは確かヨガが逆、あのボタンを押さないでヨガが逆ヨガですね。確かそんな感じで出たと思いますが、さあそれを駆使してサリピンのラセスキズマル、これは非常に硬いです。動きが非常に硬い、崩しにくいです。ダイレクが全然削られません。さあ終わった、危なかった。背面を晒しかけましたが、確か羅刹の源氏郎は技を出した後に無敵があるのかな、あの必殺技ですけど。さあというわけで、サリピの静丸が一本選手。さあ硬い、非常に硬い。さあタッチキック、このね立ってる、ちょっとこれは小足の刻みがあと一発されていれば気絶したんですが、さあこれが強い。おっとしかし、さああれね、あのギルティにあのなるアンディっていうキャラがいるかと思いますが、あのキャラがね使うような、おっと前ダッシュ B、 あダッシュ B か、すいません。さあシズマルの方はなんとか崩していかなければいけない。さあ一発当たっただけで結構減ります。そうです、あの傘が非常に痛い。さあしかしここおっと痛い。さあごっつい減、おっとダッシュ攻撃の端からがでかいところにB が刺さってしまい、サリピの勝利。これは表からやっていけばいいんですよね、こっちから。じゃあ続きまして、じゃあこちらのあの配信台の方でイーグルさん VS 四寸さんお願いいたします。イーグルさんと四寸さんお願いいたします。いざ尋常に一本目勝負。さあ今回ザンサムは、あまりに大会のね大会があっけなく終わるので、一回死んでもね大丈夫というね、まあねコンティニュー性じゃないですが、まあ敗者復活トーナメント制を取っております。まあそういう形でございまして、あそうだザンサムなんですけど、なんでしょうね、大会モードがあるんだけど機能してないっていうなんか変にバグったゲームなんで、電源を毎回落としながらやっておりますっていうね。いや本当ねよくわかんないゲームですよね。よいしょ。さあというわけで、イーグルさん VS 四寸さん、あこちら どうなりました、ここですね、まだですね、まだですね、はい、あっちの筐体開きましたね。さあというわけで半蔵 VS 京志郎、さあいきなりレッツ成敗、模造落としてこれ線だっけ、ね、さあガード中も投げられるのでこれがひどい。さあ爆撃、おっとさあ3回当たっただけでこのヘリ、3回下がったのか、しかしさっき大切り普通に透かしてたとどうなってるんでしょうこのゲーム。さあ表か裏かわからない、そこでまずは頭かち割って半蔵が一本選手。さあなんか勝ち合っただけで体力半分ぐらい持ってんだけど、多分あっと爆炎流ガードされて戻ると、今度は爆炎が当たる。さあ爆炎を逃げたいところだが、さあ昇竜でなんとか逃げる。いや実はこのゲームはですね、相手が背面さらしたところをダッシュで追いかけられないんですね。なので、あの大昇竜で京志郎の大昇竜みたいな形で逃げると、意外と強いとったか、ここにいるぞ。さあ姿を消したところに模造落としが待っていた。というわけで半蔵の勝利、こちらどっちが勝利だ、どっちが勝利やろ、イグルさんの勝利。全量京志郎、はい、あ、私ですね、死にかけとホビーさん、ホビーさん、ビデオの前を見せてもらう。いざ尋常に一本目勝負。あっI'm gonna make it.
ヤオラストタイムからさらにトップオーブこの辺の強い中2秒大事でしっかり使ってしまった今日はガードしていくプラズマファイターが海面回り込みからレッドカードを受けて死にかけたの右京が1本前中2本目2本目ですねこっちはおっこなでも1本なんですけどこのまそうですねトカさんとバルドさんお願いしますワンナイスオブアリ立花右京振り切りバサラ立花右京じゃあちょっとすみません、さっきちょっと一回飛ばしまして、キャメさんと TR さん尋常に1本目通路側の台でお願い配信側の台でお願いしますでじゃあこっちかあでもさっき磯賀さんやってるんやなまあええかじゃあサリピさんと僕ですはいはい、というわけで、配信の方では、バサラ VS、リムルルですね。そうですね、バサラは壊しが命のキャラですね。壊し8回当たったら気絶します。勝負ありです。さあ、開幕からいきなり駒だけ。これ困るんですよね。さあ、しかし、おっと、飛びとか当たる。なんだっけ、名前忘れちゃった。これは、ぬえ玉。ふわふわっていくやつ。さあ、しかし、確かに関西勢でもね、すごい、リムルルのやり込みみたいなのがあって、なんか、近距離か何かでなんか攻撃出すと裏に回るとか変なすごいね不気味な攻略がなされてるんですね怖い怖いまあそう言ってる間にまあキャラの解説しますとリムルルは背面取ったら勝利確定ですさあでバサラは小足が刺さったら下手したら勝利確定ですまあすごいゲームですねまあというわけでまあおっと中断しかし小足はお前だけのものじゃないぜとリムルルが小足をズバッてやってまだリムルが1本取り返す。あ、取りますよ。1本選手。さあ、開幕に、駒だけ。これが非常に逃げにくい。さあ、コリー。これ結構当てたら不利になるので、右京とかだとね、しゃがみ台切りはがくったりするんですけど、まあ、さあ、さあ、今度は小足を逆にリムルが返していく。さあ、小足。小足は中段。これが見えないとマジにくそい。さあ、中段。蹴ると思ったら、今度はリムルが小足を返している。さあ、壊すと中断だめだ、みんな互いに刀を何も微塵も振ろうとしないというか、刀の判定すっかすかやなさっきしゃがみ B やったけど、一発も当たんなかったんだけどさあ、中断当たってさあ、バーサラが1本取り返す受け入れるなら3本目さあ、3本目そうですね、上一歩とかでも結構抜けられますねさあ、どっこいしょおっと、どっこいしょの後になんですか、あ、血刺しだ、血刺し。血刺しを刺していく。さあ、おっと、背面取るのが危なかった。おっと、しかし、氷落ちた。おっと、氷でザクっていったが。さあ、体力がまだある。まだ減ってない。このゲームで痛い攻撃は阻止ぐらい。おっと、壊し。一発二発がボディーブローに拾っていく。さあ、中断。おっと、不意打ちが当たり。振りが当たり。これ、ダムリさんですね。振り切りバサラ。こちらの勝利。どっちやらだ。あ、ダムリ TR さんですね。こちらの勝利と。なりますね。これキャベさん。ノーマル。こちらかな。ですね。はい。最近ライアンが勝利。じゃあこちらのリーグですね。尋常に一本目。じゃあこれは。オブ。こうかな。あ、こちらか。アルマデンジャー配信台の方でいいかな。
バルドさんと磯勝さん、バルドさんと磯勝さん、じゃあ配信台の方でお願いいたします。はい、じゃあ、こちら、配信台の方で、バルドさんと磯勝さんお願いいたします。多分大丈夫じゃない、ネオジオ結構壊れないっていうし、確かね、電源バチバチやってよく壊れるのはアトミスなんですよ。なんかアトミスはちょっとなんかフーってやってたら静電気パチっていっただけで、1日の売り上げが飛んだとか、そういう話をよくゲーセンの店長さんから聞いた話があります。なんかもうすごい水電気に弱いっていう。まあさあ、というわけで、磯勝さんバーザーズバルドさん、まあ磯勝さんもいろんなサムライスピリッツやられてる方で、バルドさん、こちらのセンサムとかね、センサム中心にやられてる方ですね。いや、もう何でもいいじゃん、うん、もう何でもいいじゃないでしょうか。まあこのゲームに何でもなしとか言ったらもういろいろと終わってしまうんで、さあさあさあ、自動オートガードです。まあ要は5回だけ防御が状態が取れるときにガードしてくれるというね、便利なものですね。さあオートガードから、そうですね、ですね、ガイラはこのキャラはガードキャンセルがあるので、実を言うとガードさせた瞬間に遠心確定するっていうクソクソキャラになるんですね。まあラセスの方ですね。さあ遠心させて起き上がり、おっと中断、さあ中断ガードして、はい、また1本さあこれはひどいグロ画像が配信されています。さあこれはひどい、このゲームの闇と言いたいところですけど、このゲーム闇しかあんまないんで、さあ飛び道具をガードして、はい遠心、さあ今度はおっと爆弾で下下ガードにもない、おっとさあキック重ねてガードを無理やり遠心、さあ起き上がり、はい食らっても当たっても好きなようにない、はい勝負あり、お疲れ様でした。早いなこれ、早いな。というわけで磯勝さんの勝利、花風院ガイラ占領京四郎。そうですね、じゃあちょっと連戦ですが、磯勝さん VS 死にかけでお願いいたします。どなたが実況の方お願いいたします。いざ尋常に一本目勝負。あそうガイラ、おーっとこれでオートガードが1回減った。
まあ、とりあえず TR さんとじゃあサリピさんで、配信内容をお願いします。じゃあすみません、ベホマソさんと死にかけさんでお願いします。おらおらおら、ベホマソさんと、ミーカード大会では、まあ、よくやってそうな感じのお二人ですね。はい、はじいてしゃがみ台。さあもう一回しゃがみ台。最後はキックから、小馬投げ。今のガードしてしまうと確定ですね。はい、2本目、リムルが1本選手ダウンショット。これもうっかり食らってしまうと、さあどうなる。勝ったのはサリキさん。しかし裏回り中切りで、勝負あり。天草四郎と貴様イムルル。はい、じゃあすみません、ウィナーズの決勝戦やります。ベホマソさん対サリピさんですね。勝負。お前味方でやれよって。さあですね、帝のザンサム勢2人が、ね、エンジョイパラダンスで激突するというね、まあ、非常にまあ、ね、ちょっとした茶番めいたことが、ここね、エンジョイパラダイス様の方で、まあ、繰り広げられるというわけですが、まあ、これはあくまで、ね、表トーナメントでね、実は敗者復活トーナメントが、ね、待ち受けているというわけですね。なので、まあ、果たしてどうなるかということなんですが、いやー、しかしね、このゲームはね、ほんとね、なぜ彼らのね、人生をここまで狂わせてしまったのかっていうね、そんな勢いでね、ハマってますからね。いやー、というわけで、互いにもうほとんどわけわかんない料金を超えております。もうダンサムのために俺たちは来たんだと、もうケンサムとシンサムは捨ててきたみたいな、そんなノリです。もう俺たちに残っているのはこのね、儚い命とともにね、もうね、一瞬で命を燃やし尽くすんだみたいなね、もうね、大の大冒険だとかだったらかっこいいんですけど、まあ残念ながら段差やからね、クソゲーやからね、うん、まあそういってる間に、さあこのゲームですね、防御行動がとにかく強いんですね。なので極めると非常に体力が持ちます。全然崩しにくいんですよ。酒とかは本当に強いで、なので時間カウント早いな。おい、残りもう5カウントしかありません。しかし体力が全然削られてないと言ってる間に、さあサリピシーズマル硬い。さあしかし開幕の読み合いで投げを決めてリムルルが取り返していく。さあもう互いに行動に、おっと、しかしめっちゃ減るよこれ。なんか大切りでさ半分飛んだんだけど。どういうことなんだよこれゲーム。さあしかしあれよく当てました、よく出しました、よく当てました。さあしかしあれが傘の威力ですからね、傘ですよ傘。さあさあ、あの発生の速さで座王
覇王丸の斬鉄ぐらいに減ります。さあというわけでサリピ丸が勝利、おめでとうございます。しかしこれはあくまで表トーナメント、まだ敗者復活がある。敗者復活トーナメントです、まだ残っています。さあ敗者復活を勝ち上った者がサリピンをもう一回倒すのか、やっぱりサリピンに負けるのか、まあ、そこがね注目するところなのですが、というわけでじゃあ順番通りやっていきますか。